今回は実はこれラックスマンの L509 デノンの PMA-SX1 のリミテッド視聴機を借りたので、今までこれ動画にも過去上げてるんですけども、ラックスマンの PM7005 動画の最終チェック用として新しく機材を導入しました。スピーカーは CM5、 ちなみにこれ DAC テアックっていうんですかね、これもレンタルしてるので、今日はこの各種製品の聞き比べと、あと音の特徴をちょっとね感じたものを説明したいと思います。動画の最初に言っておくんですけど、今回の音のレビューはかなり個人の主観を入れていってます。全部いいですよっていう動画じゃないので、デノンに思い入れがあってもデノン以外はもう音が悪いとかラックスマン命とかいう人はおすすめできない動画かと思います。完全に主観で語るので、あくまでも音の参考程度にしてください。完全に主観で感じたままを語るので、それだけ了承していただいて動画を見ていただければと思います。まず最初にオーディオの初心者も見ているという前提で話していくと、オーディオって何かということで、オーディオっていうのは CD に録音された音をスピーカーから出すものです。こういう機械、これ何かっていうと、まず一つスピーカーから音を出すんですけども、スピーカーは音を出すためのこの箱っていうだけで、電気を流してやらないと音が出ない。スピーカーを鳴らすための機械がこれです。プリメインアンプっていう種類のアンプ。プリメインアンプっていうのは何かっていうと、超シンプルに説明すれば音量調節する機械、音を増幅する機械、これが一緒になったのがプリメインアンプっていう種類です。これがいわゆる CD プレイヤーみたいな感じ、パソコンにつないでるんですけども、信号を読み取ってで、こちらで処理して音を増幅してスピーカーに音を流す。これがオーディオシステムとなってます。流れを言うと、ここで信号を作ります。その信号をこのプリメインアンプまで送ります。ここまで送った信号をボリュームを調整して、音を増幅してスピーカーを動かせる信号まで増幅してやって、スピーカーケーブルで電気を流してスピーカーから音を出すという、これがオーディオの基本的な仕組み。プリメインアンプって結構いろんな種類があって、主なものは AQ、ABQ、あと DQ とあります。A、B、C、D とかいろいろ種類あるんですけど、G とか。まあ、かなり種類あるんですけど、普通にオーディオを買うときに選ぶのが大体 AQ と ABQ と DQ の3種類になってきます。この違いは別にランク分けじゃないです。AQ が音が良くて DQ が悪いとか、 A に近づくにつれて音が良くなるとか、そういうランク分けではありません。主に信号の増幅の種類を示しています。AQ アンプっていうのは常に最大出力を出し続けていて、ボリュームでその最大音量を絞るような形。音量の大小に関わらず消費電力は一緒なんですけども、音を絞って音量調整しているようなのが AQ アンプ。一般的に AQ アンプはすごい音がいいって言われてるんですけども、消費電力が常に高い。車で言うと大排気量エンジンを常にレブリミット近くの7000回転までずっと音量流してる感じ。車のクラッチ操作、このエンジンとのつなぎ具合で音を出しているような感じで、常にエンジンはフル回転しているようなのが AQ アンプ。ABQ アンプ、これ ABQ アンプなんですけど、音量が小さい時は AQ アンプ動作をして、音量が大きくなってくると BQ アンプ動作。BQ アンプっていうのが AQ アンプに比べて音は悪くなる傾向があると言われてます。DQ アンプっていうのがあって、これはちょっと部屋を変えます。はい、 DQ アンプなんですけど、動画見てくれた方はわかるんですけど、午後正午の編集部屋、作業部屋、あとクリエイターの作成ルーム、動画作成ルームなんですけど、ここに採用しているのがこの DQ アンプ、 JBL のスピーカー用意してます。 DQ アンプ搭載、スピーカーとアンプが一緒になっているタイプです。 DQ アンプがいいところっていうのは、消費電力がめちゃくちゃちっちゃい。ただ弱点は音があんまり良くない。電源がついてるだけでサーっていうちっちゃい音、ホワイトノイズが乗ってくるので、 DQ アンプはやっぱノイズが多いんですよね。モニタースピーカー系ですと、アンプとスピーカーを調整して原音を忠実に再現するっていう意味でアンプとスピーカー一緒になってるタイプがあるんですけど、 DQ アンプは音があんまり良くない。 DQ アンプも音がいいアンプあるんですけども、結局値段が高くなるので一緒だから、安いアンプは DQ アンプが多い。ということで部屋は戻ってきました。 DQ アンプ、AQ アンプ、ABQ アンプの違いが分かったかと思います。ランク分けじゃないんですけども、基本的には AQ アンプが一番音がいいって言われてまして、 ABQ アンプもかなり音はいいです。今手元にあるのが、これがラックスマンの L509X。 このメーターがね、白。今までラックスマンって青色かオレンジ色だったんですよね。オレンジ色が純 AQ アンプ、青色が ABQ アンプ、2種類あったんですけども、これ最上級グレードのプリメインアンプで、だいたい78万円、最上級グレードで、おそらくこの白にした意味はブルーとオレンジのいいとこ取りみたいなイメージなんだと思うんですけど、音もかなりいいです。でこっちがデノンのアンプ PMA-SX1 リミテッド。めちゃくちゃシンプル。電源ボタンとセレクター、 CD とかのセレクター電源つけとこう。ボリュームがこれむちゃくちゃでかい。動画だと伝わりにくいんですけど、カメラのレンズぐらいある。
重さがこれもあっちもだいたい30キロ、一人で持つと腰がいっちゃうぐらい重いです。こっちのマランツが PM7005、 前回もレビューしたタイプ。こうやって見るとかなりちっちゃく小ぶりなアンプに見えるんですけど、単品で見るとかなりこの PM7005 もでかいです。デノンとラックスマンのこの機種が相当でかいっていうことです。裏側見てみます。デノンの方はスピーカー端子が2つのスピーカーがつなげるように2つで、あといろいろ端子がついてる感じ。スピーカーは基本的には2本つなげるタイプです。ラックスマンはこんな感じでスピーカーが2個、2ペアつけれる感じ。端子も豊富。デノンの方、これも同じ78万円、超高級機種。聞き比べで音を比べたいと思うんですけど、まずマランツの PM7005、 音の特徴は聞いただけで元気が出る音。ラックスマン、これはほんと落ち着いて綺麗な音、リラックスできるような音が出ます。デノン、迫力がある音が出ます。この PM7005、 定価が8万円ぐらいだったかな。音場の再生能力、2つと比較すると、こっちはもうスピーカーから音出てます感が出てます。とは言いつつも、スピーカーのほぼ間でいろんな楽器が見えてくるような感じです。ちょっと左寄りでギターが鳴ったり、ボーカルは中心でビシッと定位する。ボーカルは真ん中にいるんですけど、周りの音はスピーカーの周りから音が聞こえてくるようなイメージです。明瞭さ、解像度ですけど、値段なり明瞭さ解像度という点でこの3つを比較すると、ラックスマンが一番解像度が高いです。ピアノの音とかボーカルの声、喉の使い方とか、あと口の開き具合、楽器の弦の響き方、かすれ具合、ピアノの足のペダルの踏み加減、最新の音楽でいうとシンセサイザーの音とか、デジタル音声、ボーカルの声、低音の解像度とか、解像度はほんとめちゃくちゃ高い。この3機種の中で解像度はこれが一番高いです。その次がこっちのデノンの方、解像度はかなり高いけど、このラックスマンに比較すると若干解像度は落ちる感じ。 PM7005、 これはねやっぱり値段が安いだけあって、この3機種の中では解像度は一番低いです。基本性能高いので高いんですけど、80万円クラスのアンプと8万円のアンプで比べると全然違う。解像度はやっぱり全然違います。音場の表現度、音場が広いとか左右から音が聞こえるとか、そういう味付けを除いて実際にその場のステージの雰囲気とか伝わるかどうか、解像度の方が影響してくるんですけど、やっぱりね解像度が一番高いラックスマンが圧倒的に録音環境とかクリエイターの意図が一番伝わるのが、これ一音一音の解像度がめちゃくちゃ高いのがこのラックスマンです。デノンはその次、解像度高くて環境は再現できるんですけども、ラックスマンよりはちょっと弱い。 PM7005 はクリエイターの表現とか空間表現的なものは伝わってこない。音楽の表現はもちろん伝わるんですけども、その場の雰囲気表現はあまり伝わってこないです。ここまでが一番基本的なアンプの性能ということです。その次、メーカーのそれぞれの味付けです。音場の広さ、先ほどは音場の再現度合いだったんですけど、広さになってくるとちょっと話は別で、デノンが圧倒的に広いです。サラウンド効果使ってるんじゃないか、スピーカーを4つ使ってるんじゃないかっていうぐらい音場が広くなります。ボーカルが中心から聞こえてきて、伴奏とかバックミュージック、伴奏が周りから聞こえてきて、ボーカルがここにいてギターがここにあるんだとか、すごい伝わってくるような、この広さ、音場の広さ、音場が広いんですけどちゃんとボーカルは中心から聞こえてくるっていう意味です。ラックスマン、デノンに比べたら音場は狭いです。でもスピーカーの位置はわからない感じ。 PM7005 が音場の広さは一番狭かったです。スピーカーよりもちょっと外側の音を表現できるような感じです。周波数特性は、ラックスマンは絶妙な周波数特性持ってます。低域から高域まで綺麗に再現するのはもちろん、解像度が高いので低音とかがめちゃくちゃ締まって聞こえます。低音のスピード感めちゃくちゃある。これのレビュー記事を読んでて、結構有名なサイトだったんですけども、低音がワンテンポぐらい早いという書き方をしてあったんですね。音楽の信号がそもそも早く出ることはありえなくて、早いと感じる理由、それは再現能力が高くて、録音された低音がボンっていう音が録音されてたら、遅れることなくこれがボンって低音を再現できるっていうのが早く聞こえる理由。今までのオーディオっていうのは若干低音の再現力が低かったので、低音はちょっと遅れて聞こえるっていうのが耳に染みついてるっていうのが原因かと思います。これは全く低音が遅れないので、聞いた時にちょっと低音が前に行っちゃってる、早く出ちゃうんじゃないかっていう風に聞こえるぐらい、めちゃくちゃ低音の再現性が高い、圧倒的ですね。これはもう一つ、このラックスマンのすごいところ、結構人間の耳って耳につく音があります。例えば 80Hz ぐらいの音って結構耳につきます。であと数値で言うと 200Hz 前後の音、それの倍音 400Hz、 このぐらいの音ってこうボーンっていう、同じ音量でも音量が上がったように耳につくような音になる特性があるんですけど、このラックスマン、その耳につく音の周波数帯を
を綺麗にどうやってるのか分かんないですけど処理してます。クリエイターやっててその音を処理するときにイコライザーで音調整することはあるんですけども、単純に耳につく周波数帯の音を削ってもいい音にはなりません。例えば 200Hz 帯を削ると確かに耳につく音は減るんですけど迫力も同時になくなっちゃいます。耳につく音はあまり出ないんですけど迫力は一切損なわれずにどんな音でも綺麗にフラットに聞かせてくれる。周波数が揃ってるフラットっていう意味じゃなくて実際に耳に聞こえる音がフラットに聞こえるっていう意味です。精密に周波数は調整してて聞こえる音がフラットになっているという意味なんですけども、計算されて周波数特性作り込まれてるんじゃないかなっていう印象です。デノンに関してはラックスマンに比べたら出る音自体はかなりフラットなんだと思います。たださっきの耳につく周波数帯、これはねやっぱりデノンは残ってます。迫力があって押しの強い低音は出るんですけども、若干そういう意味でちょっと耳に残るような音、周波数帯は出てるような感じ。一般的に言われるフラットな音なんですけど、耳にとってはちょっとフラットじゃない感じかなっていう感じです。マランツの方は中高音域を強調してるような音、元気が出るような音の味付けになってます。ボーカルとか聞くとテレビの音声を見た後に YouTube で映画の予告とか見てほしいんですけど、声優さんが喋る声って味付けされてて心地いい周波数特性とか音を調節して作品にしてるんですけども、そんなイメージ、聞いてて楽しくなるような周波数帯だからフラットではないです。中高音域ぐらいを強調して若干こう盛り上がってるような感じで気持ちが元気になるような味付け。はい、じゃあデノン、これの評価、音が何と言っても重圧。デノンの音は押し出しが強いって言われるんですけど、マランツと比較するとそれよりは押し出しは弱い感じ。マランツよりも若干低音方向の中音強調しているような味付けになってます。音は基本的にはフラット、味付けしてあるんですけどもフラットに近い感じ、一般的な人が聞いてすごいいい音だって感じるアンプです。音場の広さがかなり広くて、スピーカーがあるんですけどもあんまりスピーカーを感じさせない感じで 3D に音が広がるようなイメージ。ただ若干違和感があるのがサラウンド効果的な音場の広さがあって、耳のすぐそばで鳴ってるような味付け、音楽を聴いているとスピーカーがぐるっと自分の周りにあるような感じで、伴奏は耳元で鳴っててボーカルは中心のちょっと離れたスピーカーの間ぐらいにボーカルが立ってるような音場感、近くに近くに音は来るんですけどちょっと自然な感じではないです。ラックスマンに比べたら解像度が若干低いので確かに音の迫力があって音場も迫力があるので情熱的で迫力がある音なんですけども、個人的にはちょっと味付けが濃いかなっていう感じ。トータルで言って80万円近いっていう価格もあるんですけど、めちゃくちゃいいアンプっていうのは間違いないです。続いてラックスマン。このラックスマンはね本当めちゃくちゃ良くて、解像度が圧倒的です。音場は音の広さっていう意味ではちょっと狭いんですけど、ラックスマンが出した音っていうのはスピーカーに平行に音が広がる感じ、平行に広がって立体感もあって平行に広がる感じ、ピアノだけこの辺にあってボーカルがこっちにいるとかそういうことはないんで、本当に平面上にあってで環境を再現しているような感じ、クリエイターの意図した音を正確に伝えてくれる高い解像度を持っています。ラックスマンの低音の再現性の凄さが一番分かったポイントっていうのがこれ、このフォステックスの CW250D っていうサブウーハーを導入してます。これだいたい10万円ぐらいのサブウーハーなんですけど、マランツの PM7005、これに繋いでた時にちょっとぼやけるなと思ってたんですよね。低音が 40Hz 以下、 35Hz とかそのぐらいの音域になってくると若干音がぼやけるなってイメージだったんですけど、5号小5はこれ録音のせいだなと思ってたんですよ。アーティストがそういう音の表現にしてるのかなと思ってたんですけど、ラックスマンにこのフォステックスのサブウーハーつないだ時にびっくりしたのが、1音1音低音がめちゃくちゃ解像度を持って音程を持ってるんですよね。すごい解像度を持ってるということです。マランツにつないでる時とラックスマンにつないでる時の音が全然違ったので、ごく低音まですごく音程を再現できる、低音の遅れが全くなくなってサブウーハー置いてるの忘れるぐらい音楽に融合した低音を出してくれるので、ラックスマンやっぱすごいね。それぞれ機械つなぎ替えて音を聞いてみたいと思います。気になった人はねこの続きも見てください。3つのアンプ聞きます。まずはじめにラックスマンの L509X、 これの音を聞いてみたいと思います。
じゃあ続いてデモの方アンプ聞いてみます。続いてマランツの PM7005、 これで聞いてみます。さあ、違い分かったでしょうか。 YouTube でそんなに音良くしても意味ないでしょって感じる人いるかもしれないんですけど、まず基本的にいいアンプを使えば録音状況が良くない音でもかなりいい音にしてくれます。 YouTube って意外に音が良くて
て、例えばこれ一般的な動画アップロードの動画に対する推奨音声ビットレートというものがあって、ステレオだと 384kbps ぐらいの音声ビットレートが推奨されているってことで、そんなに悪い音ではないっていうのが言えます。 YouTube 通常の動画の他にミュージックビデオのエンコーディングの仕様っていうのがあります。ミュージックビデオとしてアップロードされた動画はかなり音が良くなってまして、コーデックもこのような2つ種類あって、ビットレートも 96kHz とかかなり高いビットレートにも対応していると。ビット振動も24ビットでもできると。最低でもこのように 44.1kHz、 2チャンネルで 320kbps 以上高いほど良いということで、 YouTube のミュージックビデオっていうのはかなりね、音の精度も音質の高いものを提供しているということなので、音楽は YouTube でしか聴かないよって人でもいいオーディオを使えばめちゃくちゃいい音が出ると。豆知識ということで参考ください。それぞれメーカーでかなり味付けが違ってまして、いろんな音を楽しめます。午後翔吾が一番気に入ったのがこのラクスマンの L509X。 圧倒的に高い解像度を持っていて、音場再生能力、広がりという意味合いではなくて、実際にその場の雰囲気、クリエイターが音をどのように伝えたいかっていう、この音の再現能力高いなと感じました。マランツとは対照的に落ち着いた幸せ感というか、音自体はすごく綺麗でクリアで解像度が高いんですけども、聞いてて心がしっとりするようなイメージのアンプとなってます。これにつなげるスピーカーも今注文して、結構いいやつ買ったので、多分80万ぐらいかな、それを買ってあります。ダックの方も今新しく買ったので、到着次第ね、またレビューをしていきたいと思うので、午後正午の新しいオーディオ部屋が完成したらまた紹介したいと思います。まあ、ランスの方は聞いていて楽しい音ということで、こっちはプライベートで主に音楽を聴くということで、今度構築する新しいアンプの方は最終的にチェックするシステムとして稼働予定です。午後正午のチャンネル、今回の動画が面白いと思ったらグッドボタン、またコメントをたくさんお待ちしています。午後正午では Twitter、Instagram もやっているので、ぜひ登録お願いします。またチャンネル登録もぜひお願いします。以上、午後正午でした。ありがとうございます。